巨人カープによって3連勝全部当てると4連勝ですというわけでね、やりました7対3、まあ、最後田口投手はね、完投できないでちょっと悔しそうでしたけど、まあ、次回頑張ってください。じゃあ今日の展開振り返ります。もう最高ですね、広島に3連勝。まあ前回ね、松田で3立て食らったんで、まあ仕返せてよかったと思います。まず2回裏大島選手のタイムリーツーベース、そしてその後田中俊太選手もタイムリーツーベースヒット。ここはねうまくつながって、あ、若林選手、すいません、若林選手の2点タイムリーヒット。そんで、まあ、その後ノーアウト2、3塁のチャンスを生かせなかったんでね、ちょっとやばかったんですけど、そして3回裏坂本選手ホームラン、坂本選手今日すごかったっすね。そしてさらに大城選手もう1本頼り切った。しかしまあ4回表堂林選手にタイムリーツーベース打たれて、まあ、1点返されたんですけど、直後に岡本選手のダブルプレーの間に1点を挙げて、パスボールで1点とちょっとラッキーな点の取り方で6対1と一気にリードを広げ、7回に若林選手のホームラン、今日ヒーローでしたね。7対1になって、最終回田口投手はもう完投いくかってとこだったんですけど、ピレラ選手にツーランホームラン打たれてから交代、そっからまあ大竹投手がねゲッツーで抑えて、まあ勝ちました。まあ、次回はね、関東いけるように田口投手頑張っていただきたいところです。というわけで、明日は試合がなくて、明後日から中日戦、もう連勝をどんどん伸ばしていきましょう、今4連勝なんで。じゃあ今日の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。